こんばんは。寒いですね。ここは東北線の青森です。あ、東北線じゃないんだ、違う。もう私はね、中学1年生の時にこの駅は東北本線ではなくなったんですけど、まあ、何でもいいんですが、青森から東京まで帰ります。もう夜かなり遅くなってるように見えますけど、これはもう近頃日が短くなってきているからでして、本日は12月の5日の夜、明日大学がありますんで大学に行かないといけません。あ、そうだ、青森から大学する通学する大学生で動画にもしようかなと思ったんですけど、でもただ新幹線乗って大学行くだけなんでね、正直通学動画っていうのもなんか普通の動画と同じなんじゃないかって気がするから、まあ別にいいです。ただいまの時刻は17時56分今からちょうど今ね1分変わりまして17時57分ですが、ちょうど20分後に東北新幹線はやぶさ34号が一つお隣の新青森駅を出発します。この新青森から出るはやぶさ34号は東北北海道新幹線の上り列車の中で最も速いものといいますか、まあ上下列車を通して最も所要時間の短いものになっておりまして、なんと恐るべきことに新青森東京間2時間59分3時間もかからないのかと。私がね、ちっちゃい時4歳とかで、まだそれこそ東北本線からね、こう盛岡で新幹線まだ盛岡行きだった時にね、流行って走るとか、なんかそんなコマーシャルですね、東京八戸間最速2時間56分流行ってみたいな、こんな広告やってるの私も覚えてますけど、それがね、昔は東京八戸間2時間56分が最速だったのに、今それプラス3分で青森まで行っちゃう、やばい時代だと思います。320キロは素晴らしい、そういう一番速い新幹線になりますのでよろしくお願いします。とりあえず一つお隣の4分ですけどね、新青森まで行きましょう。青森駅から新青森駅までは前はよく特急の白鳥、スーパー白鳥に乗って移動していたんですが、今北海道方面の連絡特急がなくなりましたんで、新青森まで行く人は普通列車に乗ります。列車の行き先を見ると新青森津軽新城って書いてあります。これは山形新幹線でも山形経由新城行きっていう表記がありますけど、あれと同じような感じで新青森経由津軽新城行きという意味です。津軽新城というのはこの青森駅から2つ先の駅でして、つまりこの列車は2区間しか運行しない列車です。なんでこんな走り方をしているのかというと、つまり新青森の駅で折り返すことができないから津軽新城まで行っているということでして、まあ、実質新青森行きの列車と言っていいでしょう。つまり新幹線に乗る人のためだけに走っているのがこの列車です。こういった列車が青森駅では最近多く運転されるようになりました。北海道新幹線ができてからね。手元にあります2枚目の切符、新青森発東京行きはやぶさ38号のグリーン車指定席の切符。新青森の出発時刻は18時24分、東京の到着時刻は21時23分、所要時間は2時間と59分で、東北新幹線の最速列車であり、また新函館北斗発であるこの列車は新函館北斗東京間4時間2分の最速記録も持っています。青森の名物ねぶた、それから弘前のねぷた、それがちょっと小さく飾ってあり、新青森駅らしい光景を目にすることができました。そして北海道から青函トンネルをくぐってやってきた東北新幹線はやぶさ38号、乗車率はそこまで高くはないようですが、しかしとんでもなくガラガラというわけでもありません。この新青森でもそれなりの人が降りていかれました。今回はグリーン車に乗車することにしました。新青森東京間であれば東北新幹線の、まあ、ちょっと割安というべきか、北海道新幹線に加算されるグランクラス料金がかからないからグランクラスで帰るのもいいかと思いましたが、まあ、しかしああいうのはたまに乗車をするのがいいだろうと思いましたので、じゃあ3時間の乗車時間にそれにちょうど相当するものといえば、まあ、今回はグリーン車かなと。6000円ぐらいかかりましたが、東北新幹線のグリーン車は東海道などに比べるとちょっと安めの傾向にあります。グリーン車の車内は北海道から来た人たちで、混雑しているというほどではないけれど、まあまあ人は乗っているなという感じでした。座席を倒そうと思ったんだけど、あれおかしいな、しばらく E5 系のグランクラス、実で E5 系のグリーンには乗っていませんでしたので、こっちのボタンを押して倒すのだということを忘れていました。今のボタンのところ、こちらはレッグレストを動かすのです。本日は珍しくジーパンを持っています。これ実は前から持ってるんですけどね、ごくごくたまに登場するんですが、これでこのようにウィンと前に動かします。まあ、しかし実は私あんまりレッグレストは使わないので、まあ多分こっちの背ずりのところだけ倒しておきゃこれで十分かなという感じ。外はまだ青森や雪は降っていませんが、しかしもう随分冷え込んできて、車内に入ってああやっと一駅、そんな感じです。これからもっと青森の冬は厳しくなるでしょう。またしばらくしないうちにもう一度青森に来る予定になっています。その時が楽しみです。
新青森から東北新幹線で出発していくとき、進行方向左側に見える青森の夜景、私は結構この景色が好きです。本日も東北新幹線にご利用くださいましてありがとうございます。この電車は早草号の東京行きです。電車指定席で自由席がなります。次は盛岡に、次は盛岡に泊まります、そんなふうに案内してますが、新青森を出てから次八戸を通過して盛岡まで行ってしまうというのは結構なかなかないことです。その間かなりの駅がありまして、はやぶさ号はそこに全部泊まっていくようなものもあるのですが、今回はどんどんと飛ばしてしまいます。一旦グリーン車のところを出て、外が寒かったのでトイレへ行きました。グリーン車のトイレはウォシュレットになっていて、またちょっとこの手洗いなところも少しだけリッチな加工がしてあったような気がします。ちょっとなんか違ったような気がする。あちらはグランクラスと共用のトイレになっています。だからグリーン車もグランクラスも同じトイレを基本は使うということになるんですね。車椅子対応の大きいトイレと、それから通常のトイレと2つついています。そんなことをやってる間にもう気づかぬうちに七戸十和田は通過して、ここに貨物ターミナル、それから列車の車両基地などが見えますが、もうこの景色が見えると間もなく八戸です。盛岡までの最高速度は260キロに制限されていますが、それでも相当なスピード感。特にこの八戸駅は最近できた新しめの新幹線の駅では珍しい地上を通過する駅です。10両編成対応の短いホームはもう一瞬で過ぎ去ってしまいます。ところでこのグリーン車なんですが、ここね、あの E5 系のグリーン車って物がちょっと落ちやすいんですよね。気をつけないと携帯電話とかこのままなくしちゃいますんで、私だけかなそんなの。でも皆さんもご注意されるに越したことはないでしょう。またさっきもね、二戸とかね、いろいろ通過してるのは見たんですけど、結局次にまた見られたのはこの岩手沼加内を通過中ですと、その案内表示のみ。パッと現れてパッと消えてしまいますからね。あの通過するタイミングはね、足元のあの台車から聞こえてくるポイントをガタ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 とこう通過する音で大体わかるんですけれど、この辺りの駅はそういうポイントがあるような駅がないもんですからね。さて今時計を見た時19時になっていましたが、新青森を出てからわずか40分と少々でもう盛岡に着きます。そんなことを言ってます。青森から盛岡まで在来線、つまり青い森鉄道とか行くと3時間ぐらいかかるわけですが、それが新幹線では40分、信じられないスピードです。しかもね、この区間青い森鉄道と IGR を乗り継いでいくのと、それからあの新幹線の乗車券特急料金を払うのとで、そんなには値段変わらないんですよね。実はなんかこう新幹線で行った方が安いとは言わないけど、ほぼ変わんないじゃないかということはありますが、在来線を抜ける理由としてはやっぱりあの東日本北海道パスとかそういうやつで取り抜けるときかなと思います。さてこの盛岡ですが、今19時11分の到着、そして19時13分の出発、37分後にまたはやぶさ小町40号が出発する予定になっています。すぐ37分後に列車が出るというのは結構珍しいことですが、このはやぶさ38号は単独で盛岡を出発します。多くのはやぶさ号はこの盛岡で秋田からやってくる小町号の到着を待ち、そしてそれを後ろに7両つないでから出発ということをしますが、この最速記録を持っているはやぶさ38号は、車掌さんからの案内もありましたが、そんな待ち合わせということはしません。ちなみになぜここまでして所要時間を短くする必要があるのか、いろいろ理由はあると思いますけれど、まず一つには新青森東京間2時間59分、新函館北斗東京間4時間2分、そういった切りのいい数字、もしくは短いと思わせる消費者、つまり乗客に訴えかけるにふさわしいような数字を用意して、そして東北新幹線は便利なのだという広告、それを打ち出すためなのではないかと思われます。そういった列車は結構あちこちで走っています。最速2時間59分、これはやっぱり訴えかける力としてはかなりのものがあります。今通過しました駅は新花巻、ちょっと盛岡の周辺の景色が見えていると思ったら新花巻と思った瞬間に、もう本当にその瞬間と思ってもいいと思います。直ちに北上を通過したと思ったら、これは水沢江差、この辺りは駅の間隔が結構狭いのです、特に北上と新花巻の間は狭いんですね。そんなことを考えていたら、こちらは一ノ関ですね。一ノ関はまだはやぶさ号の多くが通過する駅、停車するように最近ではなってきましたけれど、まだまだ通過する列車も多いです。こちらは栗駒高原、速度を300キロに上げながら通過しました。次の通過駅は古川です。古川の手前は大崎市、この辺り中心部になっていて、結構いろんなものが見えます。ここで山彦1本追い抜き、そしてもう仙台まで。本当に早いものです。盛岡から仙台の間は基本的に39分の所要時間ということになっています。これもまた信じがたいことです。
さて、この仙台で私は一瞬降りることにしました。大急ぎで駅のホーム上にある売店で買い物です。すみません、牛タン弁当はこれだけですね。これを一つお願いします。スイカで直ちに購入、そして戻ってきました。でまだ乗車の行列が車内にも収まりきっていないような段階でした。最速列車で停車時間も短くなっていますので、あんまり危険なことはできませんから、列車の出発のタイミングとかが分かってなくてね、駆け込み乗車になるとあれなんで、視聴者の皆さんにはちょっとあんまりおすすめはできないんですけれど、だから停車時間がしっかりタイミングが取れれば、その2分の止まっている間に確実に弁当を買って車内に戻るということもできるでしょう。スイカの準備は必須だと思います。購入したのは最後残っていた唯一ただ一つの種類の最も高級な牛タン弁当になってしまいましたけど、まあそれでもこれ結構美味しいんですよね。紐を引っ張って温めて、そう言って食べるタイプの弁当。今水と石灰が混ざり合いまして発熱をして、牛タン弁当を高級に温めてくれています。こちら通過中の駅は長町だったかな、仙台周辺の駅です。在来線の駅、新幹線の駅ではありません。アイスクリームとかね、お弁当にホットコーヒー、そういった案内が聞こえてくると、あ、これ新幹線らしくていいなという気がします。 5,6 分ほど辛抱して待ちました。牛タン弁当、麦飯と、それから厚切りの牛タン。なんか初めて私これ食べた時ね、しょぼいなと思ったんですけど、それは私が牛タンというものがどういう食べ物なのかさえ知らなかったからでして、今考えるとこれは結構いい商品だなというふうに思います。塩釜の塩、この辺りの名物ですが、まあ、しかし塩釜の塩をかけなくても十分いい塩味がついています。今ちらりと通過した駅が白石蔵王でした。白石蔵王を、ね、通過するときに東京に向かって進行方向右手を見ると、白石駅の在来線の駅も見えます。こちら街がどんどん大きく立ち並んでくるのが見えます。福島です。福島はさすが大きな街。私ね、昔全然鉄道分かんなかった時は、まあ、福島っていうのは盛岡よりも小さいから、盛岡にははやぶさとか泊まるけど福島は泊まんないんだろうと思ってたんですが、そうじゃないですね。盛岡の方が遠いから遠くに行くはやぶさ号が泊まるというだけのこと、遠近分離というわけです。この福島と、それから一つお隣の郡山と、どちらも立派な町ですが、特に昔は盛岡行きの最速タイプに近いような山彦が上野、大宮、福島、仙台、盛岡という停車をしておりましたので、郡山よりもやはり福島の方が東北新幹線としては昔から需要が高い駅なのかなと思います。郡山を通過して福島に停車する山彦、翼というものもたくさんあります。こちらは那須塩原の駅、また先行の山彦号を一つ追い抜きました。ただいま那須塩原付近を通過中、速度はまた320キロ、東北新幹線のトップスピードに近づいています。あまりしっかりと今回の乗車で速度を計測するということはしませんでしたが、結構これぐらいのスピードは東北新幹線は出して走っているようです。本当に320という数字はあんまり見ませんけどね、遅れた時の回復に使うんでしょうか。大きな大きな街明かり、こちらは宇都宮、両側に広がるこの大きな駅の明かり、これもまた大変立派です。街がだんだん広がってくると、そろそろ駅を通過するんだなということをなんとなく察することができるようになります。これは新幹線に乗っているとよくわかることだと思いますが、こちらは小山の駅、朝の時間などは大変大勢の通勤客で混雑をしていますが、本日は随分ゆったりムードです。だって今上越新幹線とも合流をしているところ、ニューシャトルが並行しているのが見えます。新幹線は減速を始めました。さっきまで250キロほどで走っていましたが、230キロ台、220キロどんどん減速をしています。左側にニューシャトルが走っているのを見ることがあります。減速してきて遅くなったなと思っても、やっぱりニューシャトルとは比べ物にならないスピードで、あちら側がどちらへ向かって走っているのかなんて判別がつかないほどです。この減速を始めるタイミングがですね、だいたい東北線で言えば蓮田駅とか、高崎線で言えば上尾とか、だいたいそれぐらいの距離のところから始まっております。この最速はやぶさ38号では上野駅に停車するということさえしません。大宮の次は終点東京になってしまいます。上野を通過する新幹線ってほとんどないんですけど、これはそういうタイプです。そのため大宮から上野に行くお客様は後続の、山彦号にお乗り換えくださいみたいな案内をしておりまして、それが大変特徴的だと感じたものです。
向こう側にちょうど列車が入ってきた気が利いてる向こうに乗り込んで上野行きゃいいのかなと思ったら、あちらは回送列車でした。多分ですが高崎まで行ったやつで、それがそのまま折り返して車内の清掃とかまあ簡単にしたのかもしれないけど座席転換はしないで、そして東京からまたお客さんを乗せて高崎まで戻るとか、そういったことをしてるんじゃないのかなと思います。ちょっと詳しいことは分かりませんけど、100キロほどの速度になり埼京線の横をずっと走って、今通過中の駅は赤羽、それからまたしばらく進んで上野駅の地下のところへ潜っていきます。上野駅を通過するのなんてね、私の経験でももう13年ぶりぐらいだと思うんですよね。昔あの仙台行きのねマックスやまびこの変な停車駅のやつがあって、東京を出た後大宮で、次が福島で、その次白石蔵王仙台で翼と連結っていうのがあったんですけどね。ただいま上野付近を通過中です。初めて見た電光掲示の表示。あ、上野を通過するのもそうですけど、上野付近を通過中ですってね、駅の通過の案内、それは上野を出るのかと、はぁと思ったもんです。これ大変独特なのが、あの上野を通過するとかいうときはねスピードが遅いわけですね。普通高速で通過しますんで、駅を通過し終わった後にもう一回上野駅を通過中ですみたいな感じの表示が出るんですけど、言ってる意味わかりますかね。まもなく終点東京です。駅を通過しているうちに2回も通過中ですという表示が流れてたらね、これあの面白い光景でした。上野通過なんて珍しい経験をしたなと、そういう風に思っていると、もうすでに東京への到着案内が始まります。なんたって上野東京間はわずか 3.6 キロでして、結局ね、あの多分上野に止まらないことによって1分半ほど早くなるのかな。東京に着きまして、ぐるりぐるりとグランクラスの高速座席回転が見られます。今回も東京駅は帝国通りの到着。2時間59分でしたけど、本当にあっという間、もう着いたのか、もう着いたのか、それを繰り返している間に東京まで送り届けてくれました。素早い東北新幹線のエース、はやぶさ38号、今後とも健闘をお祈りしています。ありがとうございました。